お疲れ様です今回は3人麻雀のリクエストが溜まってましたのでやっていこうと思います。はい。えー、ではこれを閉じて自由対戦ランダムで。まあ5分くらいで決着がつくとね、スムーズなんですけどもどうでしょうかね、えー。スーピンがドラということですけどもどうでしょうか。まあなんとなく使えそうな感じになっております。はい。で、サブローソーとウーピンを引けばって感じですかね。 あと、マンズの方なんですけども、これはね、E1 と Q1 しかないというところになります。で、これはかつ切っときましょうか。で、ここから、まあ、マンズを落としていく形になるかもしれませんけども、リーチ入りましたか。ここはですね、9ピンから切っていって、えー、まあ、これ、パスを切ってですね、あ、やられましたか。早かったですね。ロウソウとトンのシャボ、うん、トンじゃなくてよかったな。 はい、豚発。レンちゃん変わらず、先ほどの親番のレンちゃんが効いてます。はい。ローソーを、あ、これ一通が出来上がりましたね。はい。じゃリーチしてもいいんですけども、ちょっと待ってくださいね。さすがにね、ドラ表示で残り3枚しかないっていうところなんで、うーん、これ、ちょっとこれ、これ行ってみましょうか、いたずら心で。酸素を切ったばかりなんで。はい、じゃあいたずら心で一順回して、 これね、霜から出る可能性も強いんですよ、酸素は。あ、これいいですね。はい、出サイでございます。は <laughs> い、うん。はい。じゃこれでまたトップに踊り出ることが出ました。あ、これはもうピンズの一色手でいいんじゃないですか。しかも、チンイ逸も絡めていけるような感じしますね。チンイ逸と一色と同じか。あの、トイトイ。鎮トイって言うんですけどもね、チンイ逸トイトイのこと。急ピン鳴くところから始められれば、 ややりすすいんででけどもどもううしょうか何も泣けないというね、まあ、こうなっちゃったこうなっちゃったよテンパイすらできません、はい、どうなるんでしょうかこれあ一番良かったかもしれないですね一番良くないね一番良くないでかいじゃない、はい、あっという間に飛んだスでございますまだ2分しか経ってません 結局、なんか、平らになったような気がしますね。あれこれあって。ここはちょっとチューンを重ねていって、あ、重ならないですね。お、早いね。さすがにね。リーチチーピン。まあ、リーチしましょうか。うん。悪いテンパイじゃないんですよ。あれすごいですね。スワンコー狙いの闇天ってやつか。 何発結局また平らになりました。じゃあこれは果敢に攻めていけばいいかな。缶なんでやねん。すごいっすね。いきなりの缶。これはね、ピンズの1、2、3が埋まればというとこだったんですけども。はい、まあ、換酸素になりますわね。初ないて変則の量造酸素っていう 美味しい形も待ってますね。で、トイメンからはリアンゾー酸素出ちゃうじゃないですか。はい、まあ出ましたね。ドラが結構あるんで、ネねンになりますか、これは。はい。簡単ですね。なんかね、いちいち解説つけるまでもないですね、これはね。おダブルリーチ。うーん。まあパスを切っときましょうか。これは泣かないね。ローピン切れたんだ。 まあどうせ悪い街なんでしょうね、これね。ただこっちも攻める手になってないんで、ああ、ガンガンいけってほどでもないですからね。あチートイのトンタンキなんだ。んまあ、パスオイでは飛んで待ちますわね。はい、トップのままオーラス来たんですけども、果たしてどうでしょうか。まあ、ゲームは5分以内に終わるって宣言の通りでございます。5分で終わりそうです。まあ、連チャンがなければですけどもね。まあ、ないでしょうね。 私が終わって、上がって終わりになると思います。うん、どうでしょうかね。はい、これちょっと変則的にいってみましょうか。こういうふうにね。いいですね。おっと。これはちょっとポンして、並びシャボで構えたらどうかなと。おあ、なるほどね。と、運を手に任せない件ですね。これはね。 あ、残念、ね。誰かの差し込みにやられました。またチートイうーん。謎のチーソー短期ですね。はい。まあ5分もかからず終わりましたよ。はい。お疲れ様でした。